皆さんこんにちは。僕はですね、東京羽田空港の第2ターミナルに来ております。もうね、冬12月もうだいぶ入ってから経ちましたけども、めっちゃ寒いですね。今日の朝日本帰ってきて、ね、東京でちょっと仕事入ってたんで仕事終わらして、で今また羽田空港の方に戻ってきました。ただいまの時間が午後12時半前ということで、今からですね北海道の新千歳空港に向かいます。で今第2ターミナルいるということで、今回 ANA グループ使うんですけども、まあ、ANA グループっていうとちょっとおかしいかもしれないけど、今回利用する航空会社は北海道の翼エアドゥです。久しぶりにエアドゥ乗るんですけども、エアドゥといえばですねミドルコストキャリアになるんですよね。別にあのスターアライアンスに加盟してるとかワンワールドに加盟してるとかではないんですけども、まあ、ANA とですね個別に提携していて、コードシェアとかもしてるし、まあ、チェックインカウンターとかあのチェックインのシステムとかっていうのも、まあ、ANA に借りてるといったような航空会社になります。で、まあ、エアドゥですね、まあ、ANA よりも若干航空券安いことが多いんですけども、まあ、LCC ではなくミドルコストキャリア MCC になるんで、荷物預けたりするのも無料ですし、逆に北海道の翼ですから北海道にちなんだオリジナルドリンクとかをね機内で無料で提供している、そんな航空会社は非常に評判高いんじゃないかなというふうに思います。で今回なんですけども、 AirDo に ANA 便として乗ります。さっきも言いましたけども、 AirDo に関しては ANA とコードシェアをしてるんで、本来だったら AirDo 何便とかっていう風にね派遣されると思うんですけども、今回僕は ANA のサイトから購入してるんで NH 便で派遣されてるんですよね。で、あの ANA のステータスを持ってるということで、まあ、ステータスを持ってる状態で AirDo に乗ると、まあ、どんな感じになるのかっていうのをねちょっと今回動画撮っていけたらと思います。実はね、こういうこの動画ね2年前ぐらいにも撮ったと思うんだけど、ちょっとあまりもう自分でも覚えてなくて、どんな感じになるのかなってのもあえて調べずにね今回やっていこうと思うんで、よろしくお願いします。第2ターミナルの方までやってきました。まあ、今日平日なんですけども、修学旅行生めちゃくちゃ多いね。もう至る所で修学旅行生の団体を見かけます。はい、ということで AirDo のチェックインカウンターっていうのはあるのかな、ちょっとあるんだったらちょっと探してみようか。フライトスケジュールがずらっと出てるんですが、今回利用するのはね、13時50分朝なんで上から5個目になります。 AirDo だと HD25 便で、今回僕は ANA で撮ってるんで NH4725 便になりますね。で右になんとかのカウンターがご利用になれますと書いてますけども、ちょっとこれなんだ、あの ANA のアプリからね AirDo 便予約するとNH 便で発見されますね。オペレーテッドバイエアドゥということで、運航はエアドゥが行うと。 ANA のセルフサービスチェックインカウンターが使えるよみたいな感じだな。はい、あのエアドゥのカウンターと ANA の有人カウンターというのがあるんですけども、セルフでもうオンラインチェックインして搭乗券なし、あの自分で荷物預けるとか、ああいう機械の場合はエア ANA の機械を使うことができるということですね。ちょっと難しいですよね、初めての人にとってはね。さっき言ってた機械がこれですね。オンラインチェックインしても自分でね機械で荷物預けるよっていう人の場合は ANA 便で予約していた場合でも AirDo 便で予約した場合でもどっちでも OK なんですけども、この自動チェックイン機というか自動の機械をね使うことができます。有人カウンターに関しては多分 AirDo は AirDo、 ANA は ANA でね予約したサイトによって異なってくると思うんですけど、ちょっと AirDo のチェックインカウンターって羽田にあんのかな、北海道にあんのは見たことあるんだけど、エアドゥね今まで5回か6回ぐらい乗ってるんですけども、ほぼ全て ANA 便で乗ってるんで、エアドゥで発見して乗った経験1回しかないんですよね。で羽田からはないので、ちょっとエアドゥのチェックインカウンターがあるのか探します。だいぶ端っこの方ですね、ソラシドエアのカウンターの横にエアドゥのカウンターありました。ソラシドエアも ANA とね結構密に関わってる航空会社ですね。まあ、九州方面の航空会社なんだけど、確かソラシドとエアドゥってなんか合併はしてないですけども、いろいろ協力した関係になってましたよね。はい、ちょっとあんま詳しく覚えてないですけども、なのであの AirDo で予約した場合は AirDo のね有人カウンターを使う、 ANA で予約した場合は ANA のね有人カウンターを使うということになります。まずはじゃあチェックインするんですけども、もうしつこいですけども今回 NH 便で取ってるんで ANA のチェックインカウンターに行かなければなりません。ちょっと今回僕ね、あの単純で航空券取ってるんじゃなくて、もうよくわかんない問題児のような航空券の買い方をしているんで、ちょっとオンラインチェックインができないんですよね。なので有人チェックインカウンターを使います。でステータス持ってる人、 AirDo 乗る場合でも ANA のプレミアムチェックインカウンター使うことができます。ダイヤモンド会員の人だったらダイヤモンド専用のねカウンター使えますね。スイートチェックインカウンターですね。なので、まあ、ここではまずステータスの効力っていうのは発揮させることができます。ではチェックインして保安検査抜けて制限エリアの中に入ります。チェックインですね、案外スムーズに終わりました。で搭乗券だけ受け取ってね外出てきたんですけども、まあ、せっかくですからね、あの自動のチェックインっていうか荷物預ける機械ですね、バッケージの機械使ってちょっと今回荷物預けようと思います。でここでプライオリティタグがついて出てきたら
ステータスの効力かなり発揮できてるってことになりますよね。エアドゥに乗るんだけど、エアドゥっていうのはそのステータス制度とかってのはないんだけども、 ANA 便からステータス持ってる人が予約するメリットになってくると思うんですけども、ちょっとそれはどうなのか、ちょっと今からやってみようと思います。ではですね、荷物預けていこうと思います。ここにピッとやります。なかなか反応しないな。なんかいつも反応悪いね。 OK、 これで確認確認確認と、下からなタグが出てくるんですよね。ここにプライオリティとインジ、あ、されてるわ、素晴らしいですね。あのプライオリ、ちょっと映せないですけども、プライオリティとね、しっかりされてます。はい、まあ、リュック1個なんですけどもね、これで預け完了です。あとは荷物が向こうにね、自動的に送られるって感じですね。で最後ね、ここから引き返し証が出てくるんで、それを忘れないようにね、取ってください。これで OK です。荷物預け完了しました。このタグはね、もし何かあった時のために必要なんでね、必ずなくさないように目的地まで持っておいてください。はい、つまりですね、もしね、僕が今回 AirDo から予約するとステータスを持ってても、荷物のプライオリティタグとかっていうのはつけることできませんでした。 ANA から予約したからステータスが反映されてプライオリティタグがついたということになりますね。なので、まあステータスを持ってる人、マスアライアンスゴールとかも含めてそうですけど、に関しては、まあ、この時点でメリット一つありますよね。 ANA 便で予約するっていう、はい、ちょっと難しい話にもしかしたらなってるかもしれないけど、まあ、なんとかついてきていただけたらと思います。はい、これでまああのチェックイン作業とか荷物預けるのは終わったんで、では保安検査抜けてね、制限エリアの中に入ります。もちろんこの先に、ね、使った保安検査優先のところも使うことができます。保安検査抜けて制限エリアの中に入りました。では行く場所としてはもう一つですよね、 ANA のラウンジになりますが、エアドリオの場合でもステータス持ってる人、 NH から予約してる場合だと ANA ラウンジ、 ANA スイートラウンジで使うことができます。ANA ラウンジの方まで来ました。まあ、この時間帯全然空いてていいですね。あの国内線の ANA ラウンジなんで、飲み物とか、まあ、アルコールぐらいしかないですけどもね。もうさっき昼ご飯も食べてきてるんで、オレンジジュースだけにしておきます。結構好きよ、ANA ラウンジの羽田空港は。広々していて快適に過ごせます。Wi-Fi も結構強いしね。もちろんコンセントもあるし、みたいな感じで。外からの日もね、ちゃんと入るんで。いいラウンジだと思います。多分そろそろね、搭乗開始なんでゲートに向かいます。今回56番ですね。まあ、やっぱ AirDo はですね、 ANA 便とは違ってちょっとゲートね、離れたところにあるんで、まあ、少し早めに行くのはいいと思います。ちなみに羽田からのエアドゥだと、まあ、今回千歳使えますけども、他にもね、函館とか帯広とか、そういった方面へもね、フライト持ってます。よし、56番、まあ、羽田空港ね、動く歩道があるんでパパッと行けますね。ここ60番か、ちょうど60番ぐらいのラウンジだったんで、まあ言うてすぐですね。隣人来なければいけるね。今回の機材ね、ボーイング767になります。ゲート前着きました。ちょっと飛行機見えないですけどもね、56番ゲートになります。札幌行きの AirDo25 便及び ANA の NH4725 便ですね。もうすでに事前改札始まってました。やっぱりね、56番めっちゃ遠くて一番端っこでしたね。はい、途中ね、数字が一気に抜けるところがあって、まあ、そこかなり通路になって歩くんですけども、ラウンジから歩いて6分か7分ぐらいはかかりました。まもなく搭乗開始です。でこのね、搭乗券には搭乗のグループっていうのが書かれてるんですけども、今回グループ1なんですよね。で ANA 便で、僕はのスターラインアスゴールドプラチナなんで、普段 ANA 便で乗るときはグループ2になるんですけども、グループ1になってます。なので多分優先搭乗は AirDo ないかもしれないね。でも今回一番後ろの席なんで、単純に一番後ろだからグループ1で乗れるってことになってるんじゃないかな、うん、ちょっとまだわかんないけどね。優先搭乗の有無がちょっと気になります。今ちょっと放送あったんだけど、ソラシドエアの方は優先搭乗あるみたいです。 ANA 便でソラシドエア買った人に関しては、 ANA のステータスを持ってるとダイヤモンドの人がグループ1みたいな感じであるみたいです。あ、始まりましたね。あ、やっぱグループ1グループ2が
窓側通路中央ってなってるんで、あ、単純にあれだわ、一番後ろの席だから今回グループ1ということになってますね。まあ、つまり優先搭乗はなしです。よし、では行きましょう。ということで、あのパパーンってなったけど、あれプラチナの音になります。なので改札機の音はちゃんとね反応しますね。やっぱ聞いてるとあれだね、ステータス持ってる人あんまいないんだね。みんなエアドゥで予約してるんかな。あのエアドゥのポイントを貯めまくってますっていう人だったら普通にねエアドゥ経由で予約するのがいいと思います。というわけで本日の機材こちらになります。ボーイング 767-300ER 機体番号 J605A ですね。まあ、宿は一クラスなんで、あの上級席とかそういうのは特にありません。普通席の一番後ろ41の G ですね。の窓側取ってます。まあ、隣人来るかどうかちょっとまだわかんないけどね。まあ、来なければラッキーといったような感じかな。では乗りましょう。北海道の翼エアドゥです。機内入りました。まあ、当たり前ですがアナザースカイではないです。今回41列目なんで一番後ろまで歩きます。767なんで232のシート配置になります。自分の座席着きました。やっぱりね767は232なんで一人で利用する人にとっては結構いいね。うん、基本横をね空いてる時期だったら来ないから、3人掛けだとね真ん中来なくても通路には来るってことがあるんですけども、まあ、2人掛けだとなかなかね隣り合わせになるってことは少ないかな。まあ、逆に混んでる時期とかだとまあ、高確率で横に来るってことはあるんですけどもね。はい、ということで767のダッシュ 300ER 立ったはずです。まあ、ヤドゥに関してはね ANA から767機材譲ってもらったり737とかもね譲ってもらったりしてるんで、もともと ANA で使われていた機材ってパターンもあるんですが、これも多分そうなのかな。別にちょっとそれまで詳しくは分かんないけどね。まあ今日は空いてそうですね。後ろの方は前方はかなり埋まってたけど後ろの方はガラガラっぽいです。 ANA だとね安全のしおりが入ってるぐらいですけども、エアドゥに関しては機内紙とかもねちゃんと用意してくれてますね。持って帰ってもいいみたいです。北海道お買い物ガイド。ただコンセントとかね USB ポートとかそういったのはねついていません。まあ、国内線機材で、まあ、大体ね飛んで1時間半とかなんで、まあ、なくてもね問題はないですね。まあ、これで一気に北海道千歳に向かいます。こんにちは。リージョナルプラスグループエアルをご利用いただきましてありがとうございます。この飛行機はエアル25便、ANA 4725便、新千歳空港行きの挙動運航便です。離陸後の飛行時間は1時間14分を予定しています。当便の機長は島田、パーサーは清水です。ご用の際には客室乗務員に遠慮なくお知らせください。後ほど客室乗務員が離陸前の安全の確認を行います。シートベルトを腰の低い位置に緩みのないようしっかりと締めください。テーブルとリクライニングを元の位置にお戻しになり、足元に置かれた手荷物はすべて前の座席の下奥にご収納をお願いいたします。一応ねみんなで見る用のモニターはあるんですけども、 CA さんのデモンストレーションでやってますね。あれエアドゥ断線ビデオあったはずなんだけどね。
まもなく離陸します。シートベルトをもう一度お確かめください。ビデオ見ることができます。あ、書いてるインターネット接続サービスはご利用いただけないということです。で、今日は新千歳空港へ向け交換を開始いたしますと、昼の影響を受け寝ることが予想されており、通常よりも早くシートベルト着用さが点灯し、そのまま着陸となる見込みです。はい、ドリンクはこちらに書いてある通りですね。今回はこのブレンドティー注文しようかな。25周年エアドゥオリジナルのリンゴとハスカップの香りの紅茶にラベンダーをブレンドした紅茶になります。ホタテスープもね、美味しいですよ。あとこのブレンドコーヒーも普通のコーヒーじゃないからね、札幌コーヒー館とのコラボのコーヒーです。で、機内販売ですね、まあ、いろいろと売ってまして、エアドゥのクレジットカードの案内とかもあります。就航マップ、あ、あったあった。まあ、国内線だけを運行していて、使用機材というのは767と737になります。767は羽田発着に導入されてますね。で、ルートマップがですね、左にある通りです。全部で11路線運行してるみたいでして、関西だとね、神戸空港にしか就航してないんで、なかなかね、使う機会正直ないんですよね。羽田からだとやっぱ札幌、旭川、目満別、帯広、函館、釧路に行けますね。最長線は札幌、福岡になります。まあ、以上、エアドゥの簡単なご紹介でした。
ドリンクをいただきました。ホタテの、ね、カップになってますけども、中身はブレンドティーになります。リンゴとハスカップか、ハスカップの匂いが、ちょっと強いかな。あとラベンダーの香りもほんのりしますね。なかなかおしゃれな飲み物を提供してますよね。なんか国際線のビジネスクラスとかで出てきそうな内容のドリンクだと思いますよ、ブレンドティー。国内線の無料ドリンクで紅茶飲んだの初めてってか、初めて見たかもしれない。まあ、エアドゥね、25周年記念ということでおめでとうございます。ただいまシートベルト着用線が点灯しました。座席にお戻りになり、シートベルトを腰の低い位置で緩みのないようしっかりとお締めください。この先行きれの影響を受けられることが予想されます。到着までの間、化粧室のご使用も含め、座席もお立ちにならないようお願いいたします。なお、3歳未満の小さなお子様はお飛行機行きしました。羽田からね1時間ちょいで北海道新千歳までやってくれるんでね、めちゃくちゃ飛行機って早いなと改めて思いました。で、今回荷物なんですけども預けてますが、プライオリティタグつけてるくれてるんでね、まあ、多分すぐに返却されると思います。大韓航空ですね、737が奥にいます。では荷物受け取って外出ましょうか。荷物受け取って外出てきました。なんと荷物プライオリティタグで一番最初に、ね、出てきましたね。やっぱりプライオリティというかステータス会員の人はね結構少なかったように思います。まあ、本来だったら羽田千歳 ANA ももちろんそうですけども、ステータス会員めっちゃおるんですけども、やっぱりエアドゥとかを利用するとね一気に減るんだなってこと、まあ、今回改めて分かりました。久しぶりに来たような気もする北海道ですが、まあ夏以来かな、3ヶ月4ヶ月ぶりぐらいだと思いますけどもね。はい、今回は北海道に滞在ということになります。まあ、この後ホテルエクスチェンジでホテルの方に移動するんですけども、まあ、北海道ね今11度なんですよ。もっと寒いかなと思ってたんですけども、まあ、そこまでって感じで、まあ、まだ耐えって感じですね。まあ、稚内とか行くとめっちゃ寒いんだと思いますけどもね、もうクリスマスツリーもあって、もういよいよ年末って感じの雰囲気がしてきました。はい、というわけで本日はですねエアドゥ使いまして、
ALA のステータスをね活用して羽田から来ましたけども、まあどうなんだろう、優先搭乗がないだけでそれ以外に関しては ANA 便とほとんど同じような感じで利用することができるんで、まあ、逆にねプラチナステータス、まあ、僕みたいなプラチナぐらいだと、まあ、本来だったらねダイヤモンド会員がいっぱいいるんで、まあ、ステータス持っててもなかなかね荷物とかも割と後の方になったりするんですけども、まあ、かなりステータス会員が少ないってことが今回分かったので、案外プラチナとか SOC ぐらいの人にとってはいいんじゃないかなって個人的には思いました。はい、まあね、機内サービスとかも ANA と全く一緒、まあ、でもね Wi-Fi がねインターネット接続サービスは使えないっていうのはちょっと痛いかもしれないけど、まあ、そんな1時間半ぐらいのフライトなんでね全然我慢できるじゃないですか。でドリンクとかもね、結構珍しいドリンクとかも置いてくれてたりするんで、むしろエアドゥの方がその辺はいいような気はします。はい、まあエアドゥは非常に人気の航空会社だと思うんでね、皆さんもよかったらぜひ使ってみてください。まあ、ステータス持ってる人はね、ぜひ ANA 便からね、予約することをお勧めします。特典航空券とかもね、予約できますからね。はい、ということで今回ね、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。